劉雲翔は1909年、曹州王子鎮中国東村の名家に生まれた。幼少の頃は父親の故郷である張耀霊より体祖剣と瞑想芸を学んでいた。当時曹州は武術の里と言われるほど武術の盛んな土地で、多くの名人を輩出していたが、劉雲翔の父親は当代一の武術講師の誉れ高い真宗李処分を自宅に招き、7歳になる息子に八極拳と飛花掌を学ばせた。その後十数年にわたって李処分の武芸を学んだ劉雲翔はこうなり、李処分について山東省へ赴き、各地で試合を行ったが、一度も遅れを取ることはなく、いつしか山東昭和王と呼ばれるようになった。その後山東省高原の長城郷将軍の招きで彼の式部に投宿することになり、そこで六郷灯籠門の定制や八家門の九宝殿からもその技芸を学んだ。1936年には天津で日本剣道の講談者であった日本軍将校太田徳三郎と剣術の試合をして、これを打ち負かした。その後抗日戦争が始まると、劉雲翔は士官として参戦したが、その陰で卓越した武芸の腕を買われ、奥霧に諜報活動に従事した。その時の暗号名は天字一号といい、その技量は高く、彼の活躍は映画化されるほどであった。1949年国民党に従って台湾に渡り、軍の要職についていたが、50歳を待たずに引退し隠棲した。その後六郷灯籠門の張翔さんと出会い、それが縁で武術界での活動を再開することとなる。そしてその技術は高く評価され、相当の自衛の訓練にも当たった。1971年には武団国術推行中心の前身となる武術訓練班を創設し、弟子の育成にあたり多くの優秀な弟子を養成した。弟子の中では梁喜治、徐喜、蘇育昌が傑出しており、特に蘇育昌は宣伝師と呼ばれるほどの訓風が高く、後に八極灯籠門を創始した。1991年要請により劉雲翔は40年ぶりに中国を訪問した。しかし訪中の疲労から台湾に帰った後、心身ともに優れず、翌年1月24日武術界の巨星は永眠した。